身の剣が武力プラス3にトミコと組んで切りまくる。いつもご視聴ありがとうございます。今回はバージョン 2.1.0C で強化された以前を使っていきます。破身の剣を単品で使った場合も武力上昇値が1変わるのは大きいです。トミコの剣舞の祈りでさらに再斬撃までの時間を短縮し、衛星の陣形を一気に大きくするために使っていきます。それでは対戦よろしくお願いします。大王、あなたは傀儡ではない、選ばれるに値する力を持っております。我が剣を浴びよ。今だ、かかれ。見えろ。死を超えよ。見事だ。それ我が剣を浴びよ。進め。我が剣を浴びよ。臆病で結構さ。すでに準備はできている。見えろ。一国を滅ぼし、俺が新たな大地の王となる。それ死にせよ。剣を浴びよ。生まれた時代は選べねえが、ここで何をやるかは決められる。死ざしにせよ。進め。口出しにせよ。なんとむごい。ごめんなさい。私が最小だ。ミューハ発動。三の傘。我が剣を浴びよ。大丈夫です。口出しにせよ。ミューハ発動。三の傘。生死はこの一戦にあり。地中に勝つを求め進め。逃げ道はただ一つ、勝利のみ。天地を動かす巨大な商売を始めるとしよう。赤龍は常に喧嘩売る側だ。お前らついてこい。
な死を超えよう。ちぇ、一国を滅ぼし、俺が新たな大地の王となる。ニエロ流派発動、二の型、小さな命の取り合いではない。私は国を取る戦をしている。戦機開始。私の力をあなたのために。我が剣の詫びを引き出しにせよ。俺を信じずとも己が欲望を信じ、我が剣の詫びを戦え。生死はこの一戦にあり。地中に勝つを求め進め。我が剣の詫びを。ごめんなさい。我が剣の詫びを、我が剣の詫びを、我が剣の詫びを、我が死を超えよ。我が剣の詫びを。不吉な女かどうか、その身で確かめてはいかがでしょう。臆病で結構さ。我が剣の詫びを、我が…ちぇ、我が剣の詫びを、我が死を超えよ。なんとむごい。暴君で構わない。凶暴でなければ凍てついた国々は壊せない。本日の動画は楽しんでいただけましたか？もしよろしければチャンネル登録といいねをしていただけると非常に励みになります。それからメンバーシップにもぜひご参加くださいね。チャンネルのメンバーになると特別なバッジがもらえたり、カスタム絵文字も使えるようになります。プランは3つあって、それぞれコメントへの優先返信や動画の早期アクセス、メンバー限定のアンケートへの参加など、いろいろな特典があります。ぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。